私の名前はモムロ福蔵、人呼んで笑うセールスマン。ただのセールスマンではございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。部長のやつ、許せん。みんなの前で怒鳴るなんて。おかげで若いやつらにはバカにされるし。くそ。女房も女房だ。隣の奥さんがどうの、娘がどうのと。口ばっかし。会社じゃ上と下との板挟み。うちでもちっともほっとできないし。はあ、かわいそうな俺。いっそ会社もうちも捨てて、まったく別のところへ行きたいよ。うん。うわあ。誰だ君は。モグロ福蔵、どうかお見知りおきを。心の隙間お埋めします。なんのこっちゃ。先ほどからあなたの独り言を聞かせていただきました。一生懸命に会社や家族のために働いているのに、誰も分かってくれない。私の仕事は現実に疲れた人たちの心の隙間を埋めすることです。今の生活を捨てて別の世界へ行きたいというあなたの望みを叶えましょう。いや、さっきのは冗談ですから。モグロさん、私は決心しました。おお、それはそれは。ではこれを。
念のために申しますが、一度扉を開けたら二度と戻れませんよ。あの人は何なんです？ある一流会社の部長さんで、エリートコースを走ってきた方です。私生活でも絵に描いたような幸せな家庭を営んでおられた。少なくともよそ見には。ドアの向こう側には何があるんです？うおおおおそれはドアのこちら側とは違う別世界があるのです。別世界？いかがです？あなたも別世界の鍵か。どうぞ。二度と元には戻れませんからね。やっぱりやめておきます。うちには女房と子供が待っていますから。失礼します。そうですか。また気が変わったらどうぞ。惜しいことをしました。しかし彼は必ず戻ってくるでしょう。この鍵を受け取りに。私はあなた方の心の隙間をお埋めします。Ha ha ha!
この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。
客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて今日のお客様は。全くうるさい連中だ。毎日これだと頭が痛くなる。甘えたくなるタイプよね。ほら、あの人。あの俳優ね。よく似てるって思わない？根元なんか特にそうよね。かっこいいわね。声かけてみましょうよ。部長、待ってくださいよ。歩くのが遅いな、君たちは。部長が早すぎるんですよ。部長、もっとゆっくり歩いてくださいよ。毎日歩かないからこれぐらいで疲れるんだぞ。君もたまには運動することだ。この二人には早く一人前になってほしいものだ。今日は飲みにでも連れて行ってやるか。君たちこれから一緒にどうだ。行きます、行きます。部長となら喜んで。もしかして、かずみちゃんのこと好きなんじゃないですか？うん？バカ、部長には奥さんがいるじゃないか。あ、そうだった。部長、今のは冗談ですから、怒んないでください。ね、ね。ねえねえ、部長ったら何考えてるんです？奥さんのことじゃないですか？妻のことだと？そんな軟弱なことは考え。またまた。だってほら、部長の奥さん綺麗だし。やだわ、あんたのもさんたら。ここに来た時くらい、奥さんのことは忘れて。いいなあ、部長は。君は最近遅刻が多いな。部長、こんなところで仕事の話はやめましょうよ。やれやれ。部長、これは僕のですよ。
すまない。酔っちゃったんじゃないんですか。田野さんが酔うはずないじゃない。ねえ。酔ってきたな。もう帰らなければ。何？いや。部長、もしかして和美ちゃんのこと好きなんじゃないですか？うん？バカ、部長には奥さんがいるじゃないか。あ、そうだった。部長、今のは冗談ですから怒んないでください。ね、ね。最近どうも疲れ気味だ。これは私のコップよ。田野さんのコップはこっち。ああ、そうだったな。実は和美ちゃんと間接キスしたかったとか。あら、そうだったの？何を言ってるんだ。そんなことは断じてない。君、皿が落ちたぞ。え？落ちてませんけど。何？おかしいな。確かに落ちて割れたはずだが。そんなことより飲みましょう。後ろに何かあるんすか？いや、何もない。おかわり、どう？飲むとつらいが。もう一杯お願いしようか。さすが部長！ストレート、ダブルでいいわよね。今度は水割りにしてくれ。水割り？部長が？珍しいじゃないですか。嘘でしょ？トマトジュースがいい。トマトジュース？冗談でしょ？それでいい。はい、どうぞ。本当にまずいな、この状況は。は？いや、気にしないでくれ。さて、そろそろ帰るとするか。もう帰っちゃうんすか？まだ来たばかりじゃない。部長、もっと楽しみましょう。田野さん、もう少しだけいて。やはり帰るよ。そんな。ダメよ。
まだ返さないから。仕方がない。少しだけだぞ。やった！さすが部長！頼りになるわ、やっぱり。さあさあ、部長、ぐっと行ってください。頼もしい飲みっぷり。これ以上は飲めんぞ。うん、そうだった。残念だが、明日は朝早く会議があるので帰らせてもらうよ。はい。部長、もう少しいいじゃないですか。君たちはゆっくりしていきなさい。じゃあ、見送りはいいよ。あ、はい。お気をつけて。引き際まで鮮やかだわ。しましたか？いえ、なんでも。かなりお飲みのご様子ですね。よいちょっと。どうです、少しは気分が良くなりましたか？とんだご迷惑をおかけしました。いえいえ、気分の悪い時はお互い様です。どうしました？私はね、私はどんなに飲んでも乱れない男だと思われているのです。私も見栄を張ってストレートをガブガブと。酒だけじゃない、私は全てのことで頼もしい男だと思われているのです。犯人にはよほど頼もしく見えるのでしょう。この顔のおかげで私は子供の頃から期待されて育ってきました。常に周囲の期待に応えるように懸命に頑張ってきたんです。現在に至るまでずっと家族、友人、会社の連中から頼りにされ続けてきたんです。初めのうちは人に頼られるのも悪い気持ちじゃなかった。だが
いつも頼りにばかりされることは大変な負担です。私を頼ってくる連中はたくさんいる。でも私が頼り甘えられる人なんてどこにもいないのです。わかりました、わかりました。人を頼るより頼りにされる方が何倍も辛いものです。今のままでは精神のバランスが崩れてしまうでしょうな。精神のバランス？よろしい、田野さん。あなたが安心して甘えられる人を紹介しましょう。え、本当ですか？紹介料はタダで結構です。おはよう、ゆうすけ。おはよう。いやー、ご近所でもお前のこと本当に頼もしい息子さんだって褒められちゃってね。黙り込んでどうしたんだい？頼もしいか。え？いや、何でもない。さあ、顔を洗ってきましょうかね。今のは熱かった。何何？メガ CD で笑うセールスマンが発売されるか。うん、面白そうだな。信明、お母さんやおばあちゃんの言うことをきちんと聞いてるか？ああ、うんじゃない、はいと言いなさい。はーい。弁当の用意はできているのか？はい、テーブルの上に置いてますわ。そろそろ出るか。あなた、行ってらっしゃい。今日は早く帰っていらしてね。うん。ゆうすけは仕事で忙しいんだから、余計なことは言わないでちょうだい。あ、はい。あ、そういえば、あなた。ん？なんだ？昨日、あなたの上着から、こんな名刺が出てきましたけど。モグロ福蔵？ああ、あの変な親父か。ちょっとした知り合いだ。じゃ、行ってくる。部長、ご面会です。誰だね？
この方ですが。今忙しいから引き取ってもらえんかね。それが約束しているからといってお帰りになられないんです。仕方がない、応接室に通しておいてくれ。昨日はどうも頼もさ。で、ご用件を簡単におっしゃってください。はあ、昨夜お約束した件ですが。昨夜の約束？あなたが頼れて甘えられる人物をあれからいろいろ当たりまして、やっと見つけ出してきました。君、私は忙しいんだ。つまらん用事なら帰ってくれたまえ。ですが頼もさ。昨夜私が何を言ったか知らんが、酔っ払った挙句のたわごとに過ぎん。ははは、分かったぞ。君は私に女を世話して、それをネタに恐喝する気だな。おやおや、そりゃひどい誤解だ。仕方ありません。とりあえず帰りますが、もし気が変わったら名刺の裏を見てください。先方の連絡先が書いてありますから。薄切りの悪い親父だ。部長、奥様からお電話です。何、家から？あ、もしもし、私だが。 あなた、お母様ったらひどいのよ。泉さん、告げ口かい？私の一人息子はあんたの味方なんかしやしないよ。どういうことだ、話してみなさい。お母様が信明の世話は任せられないから黙って家事だけすればいいって言うのよ。私は家政婦じゃないのよ。お前の言うこともよくわかるんだな。部長。なんだ。林商事の牧売様がお見えになってますが。ああ、分かった、すぐ行く。そのことは帰ったら話をしよう。あなた、もう少しだけ聞いて。まだ切らないで、お願い。無理を言うんじゃない。部長、大変です。どうしたんだ。営業のやつがすぐそこで会社の車ぶつけちゃって。相手が怖いトラック野郎なんで、ここの細いから来てもらえませんか。あなた、聞こえてるの？ねえ、あなた。牧売氏に待ってもらうように伝えてくれ。はい、
部長、コピー機が壊れたんですけど。そんなものは後でもいい。でも2時からの会議に間に合いません。巻き売り氏を待たせておくのは気が引けるが。電気屋を呼べばいいじゃないのか。電気屋さんで修理できるんですか。無理だろうな、おそらく。サービス員を呼びましょうか。今日中にできんだろう。いい方法はないのか。部長、頼りにしてます。バカも。営業の田村にやってもらいなさい。その田村が車をぶつけたんです。なんだって。どうすればいいんですか、部長。何？5分ぐらいで終わる。マキュリ様がもう帰られるそうです。それはまずい。大事な要件があるんだ。誰に頼めばいいのか。部長、あと1時間で会議が始まってしまいます。分かっていると言ってるだろうが。田村がダメとなれば。部長、田村が。どうしたものか。コピーは本屋ですることにします。ああ頼む。それじゃあ私は。頼む部長、マキュリ様が。部長、田村が病院に運ばれました。なん？部長、本屋が休みでした。どうしましょう。頼む部長。部長、お客様です。バカ！そんなことぐらい君らで始末しろ。何でもかんでも俺のところへ持ってくるな。頼りにばっかりされるのはもうお断りだ。田野さん、いつもながらいい飲みっぷりね。もう一杯いただこうかな。まあ、そんなに飲んで大丈夫ですの？大丈夫だ。どうしたの、田野さん。へえ、部長が酔っ払ったのって初めてだよな。おい、様子がおかしいぞ。部長。そんな。
ダメだ。おい、救急車だ。電話はどこだ。早くしろ、部長が死んじまうぞ。無理してらっしゃいましたから、あれじゃあ体を壊すのも当たり前のことですな。でも残された人たちが心配ですな。頼り切ってましたからね。部長のやつ、許せん。みんなの前で怒鳴るなんて。